マーフォーク愛好家の皆様、大変めでたいニュースが飛び込んでまいりました。マーフォークの部族デッキはモダンやレガシーでたびたび活躍しているのですが、パイオニアにおいては2019年のフォーマット制定以来、トーナメントの入賞実績がほとんどない寂しい状況が続いていました。ところが先日、イクサラン失われし洞窟が発売された直後から MO トーナメントでマーフォークデッキの入賞が相次ぎ、ついには11月17日のパイオニアチャレンジにてマーフォークデッキが初のベスト16入りの快挙を成し遂げました。今回はそのベスト16入りのデッキを紹介します。このデッキの使用者はブラジルのプレイヤーのモハメド・ハッサンさんで、スタンからレガシーまであらゆるフォーマットの MO トーナメントで様々なメタ外デッキを使い結果を出し続けている方です。入っているカードの説明です。まずはイクサラン失われし洞窟でカードプールに追加されたパイオニアのマーフォークデッキが喉から手が出るほど欲しかった土地、魂の洞窟について話さなければならないでしょう。下環境プレイヤーにはおなじみですが、着地時にクリーチャータイプを指定した上でこの土地から出るマナを使って、そのクリーチャータイプのクリーチャーを唱えれば打ち消されなくなるという効果を持つ土地で、この土地がなかったからパイオニアのマーフォークは弱かったと言っても過言ではないです。プールへの追加はまさに良好です。そしてもう1枚、イクサラン失われし洞窟で追加された非生物カード、エンチャントの深根の巡礼。トークンでないマーフォークが1体以上タップされるたびに呪号11のマーフォークトークンを出すという能力を持つこの置物は、マーフォークの攻撃やタップ能力起動で誘発し、マーフォークの頭数を増やせる上に、口述するウォーデイリアの呪詛さえオラーズカの暴君不明などは凄まじいまでのシナジーを発揮します。さて次は肝心のマーフォーククリーチャーの紹介です。まずは1マナ11の3種類のマーフォークから、順応1で自己強化しつつルーターできる水底の聖術師、着地時に探検する陥没穴の偵察、あなた方のマーフォークか島をコントロールしていればプラス修正を受けられる不明なの語り部の3種類を採用していて、これらは全て1マナ11ですが、どれも着地後の状況次第で22になります。1マナ22が弱いわけがありませんね。次に2マナのマーフォークです。まずは追加コストで手札のマーフォークを公開する必要がありますが、着地時に1枚ドローできる22の銀エラの達人、モダン以下でもおなじみですね。さらに22瞬速で着地時にクリーチャー1体をタップしつつ、そのターン全能力を失わせるマーフォークのペテン師、これもモダン以下でもおなじみで、システムクリーチャーの妨害、攻撃に合わせて出して打ち取る、ブロッカーの排除など様々に使うことができる非常に器用なマーフォークです。そしてこのデッキにとって非常に重要なウォーデイリアの呪詛さえ、瞬速持ちで自分のマーフォーク全てにいちいち修正を与え、さらにマナ不要でマーフォーク1体の生贄で起動する能力で、クリーチャーでない呪文に対して1マナ要求不確定カウンターが打てます。これで相手の除去やコンボ等を牽制できますし、今パイオニアで話題の3ターン目発見コンボに対してもこの能力によって妨害が可能です。そして先ほど述べたマーフォークトークンを生産する深根の巡礼との相性も抜群であり、トークンを強化して殴っていきつつ、いざとなればサクってカウンターという動きも可能になっています。次は3マナのマーフォークです。ハリー池のミミックはマーフォークではないですが、自分のマーフォークのコピーになれます。ティシャーナの塩縛り破産に瞬速で着地時に起動型能力か誘発型能力を打ち消せる上に、これで打ち消した能力の発生源がアーティファクトかクリーチャーかプレインズウォーカーなら全能力をロストさせます。クイントリウスカンド、イナナクカルノサウルスや隠しプレインズウォーカーなど打つ相手はパイオニアにはいくらでもいるでしょうね。最後にホラーズかの暴君不明な自分のマーフォークをタップして起動する3種類の強力な起動型能力を持ち、特に1つ目のマーフォークを1体タップの能力が深根の巡礼を複数回誘発させられる点で相性が良く、殴りに行けないマーフォークをタップしてマーフォークトークンの頭数を毎ターン増やしていくことが可能です。以上がメインデッキのマーフォークですが、これら全て3マナ以下ということで、あのカードが入っていないわけがありません。そうです、集合した中隊です。部族デッキの使う集合した中隊が強力なのは言うまでもないでしょう。なおマーフォークデッキでありながら、意外にもメインには打ち消しは入っておらず、サイドから投入する形になります。マーフォークのペテン師、ウォーデイリアの呪詛さえ、ティシャーナの塩縛りがいるのでメインは不要かもしれませんね。デッキ紹介は以上です。先ほど申し上げた通り、モハメド・ハッサンさんはこのデッキを使い11月17日のパイオニアチャレンジに挑み、スイスラウンドボーイチで
SE 進出は叶いませんでしたが、それでもパイオニアのマーフォーク初のベスト16入りを果たしました。これ以外にもイクサラン失われし洞窟の発売以後、MO トーナメントでマーフォークの入賞が相次いでいることもあり、パイオニアのマーフォークのさらなる飛躍が期待できるかもしれません。今後ますます目が離せなくなりそうです。